では、初公開の、えー、いきますね。また、これ、ここまで付き合ってくださる方はね、もうほとんどこのグラフ見たことあると思うんですけれども、一応やらせてください。これは全国の死者数です。9万人から17万人ですね、縦軸が。で、今、2010年だけ青い棒グラフで出してあります。で、順に出していきますね。赤が2011年出しました。はい、こんな感じで2012緑。 2013紫。紫って感じでね。まあ、どんどん、あの、スピード感を持って出していきましょう。皆さんもうご存知だと思うから。2012、2013紫。はい。2014青。水色。はい。2015橙はい。2016青。はい。2017茶色。はい。2018緑。で2019紫。 まあこんな感じで、こう、重なりながら、高齢化してるからですね。まあ、高齢化が主な要因だと思いますけれども、だんだんとね、死者が増えていってる。これは日本の現状だし、だんだんとですね、徐々にですよね。その、徐々にっていう感覚をつかんでほしくて、こういうのを出しているんですけれども。そして2020。はい。青ですね。はい。こんな感じ。2021が、まあ一つのポイントではありますけどね。はい。おって感じにね。 思っていただければと思うんですけど、2021、この紺色の、ま、4月ですね。4月あたりから5、5,6,7,8,9あたりね、気になりませんかね。ま、これが、あの、おかしいな、ということはね、当時から言われていましたけれども、僕が、あの、本格的におかしいおかしいって言い出したのは、2022年なんですよ。ね。これ一気に、え、2022年ね、いつも刻むんですけど、今回は一気にお見せします。 こちらです。赤で出します。2022年の死者数。おかしくないですか何ですかこれは。おかしいことだらけじゃないですか。ね、2月と3月のこの開きと。そして、まあ、4、5、6、7はね、まあ、まだ他と比べていいとしても、また8月以降のこの開きで、そんで12月何ですかこれはというね。とんでもないグラフができていて、 で、これがほとんど報道されない。ね。政治の現場でも問題にされてないという異常事態ですよ。大変なことが起きてるのに知らないという異常事態です。そして、えー、2023年、えー、1月までね、厚生労働省が出している、ね、数字を僕打ち込んでグラフにしたものなんですけど、1月まで分かってますんで、1月どうだったか。これがまた、とんでもないんです。はい。はい、これですよ。この点が1月なんですけどね。 はい。どこで止まるかですね。はい。あれ、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 あれ。おかしくないですかこの開きですよ。この開き。で、えー、じゃあ2月以降がどうなるのかっていうのは、国の発表を待っていたら遅いんで、ということで僕は先にですね、発表しているんですけど、その前にお詫びと訂正をさせてください。申し訳ございません。ちょっとね、お詫びしなければいけないことがありまして、今のグラフ、僕ずっと出してきましたけどね、 一箇所誤りがありましたので、ちょっとこの機会に今日分かったんですけど、誤りがありました。どこかっていうとですね、間違いがありました、一箇所。はい。こちらです。え、2017年の3月ですね、この茶色の、茶色の3月。ここ僕間違えて数字を打ち込んでいたんですね。今日気づきまして、えー、まあおかしいなと思ったんですよ。この、今までこのグラフだったんですね。先ほどお見せしたものは修正したものです。はい。で、3月。 普通は同じ色を見ていただくとね、2月より3月って増えてるじゃないですか。でもこの年だけなんか2月よりガクンと減ってたから、あれと思ってもう一回僕数字見直してみたらね、僕間違えてました。打ち込み、数字間違えてみました。失礼しました。で、正しくはこういうグラフになるんですね。はい。こっちの方が自然ですよね。はい。茶色、ちょっと見づらいですけど重なってね、2月より3月の方が多くなってる。はい。今までね、ずっとこれで僕ね、お見せしてたんで。はい。 まあより、こっちの方が、あの、普通ですよね、はい。これ確か3月おかしかったんですけど、え、申し訳ございません。えー、本来であればね、あの、じゃ今までの動画もね、訂正した方がいいんでしょうけれどもね、ここが本題ではなかったと僕は捉えてですね、今までの動画もね、あの、残しておいて問題ないのかなとは思うんですけれどもね、いわゆる重大な懸念ではないのかなというふうにね、個人的には、あの、思っておりましてね、自分で言うことじゃないかもしれませんけどね。 あの、これまでのも、このま,まはね、あの、公開で許していただければと思っております。今後は新しいグラフ、こちらでですね、お伝えできればと思います。で、2月の死者数、4月の基準発表なんですけどね、あの、それじゃあ遅いんでということで、え、あと2週間ぐらいすれば発表されるんでしょうけど、10日ぐらいですかね。はい。それじゃあ遅いんでってことで僕、都道府県がもう先に発表されていますので、チェックしました。はい。で、これも結論だけ行きましょう。まあ、北海道と和歌山ってね、わかんないんですよ。毎月わかんないんですけど、それ以外はもう、 2月、えー、2月ですね。2023年の2月の死者数とあ、過去2年の2月の死者数も調べた上で、で、左下です。ちょっと小さい、小さいんですけど、これは結局ですね、あの、2022年の2月と2023年の2月比べたときに、0.91%、2023、今年が増えていたんですね。まあ1、1%弱、前年より増えていたということが分かりましたので、で、北海道とか和歌山入っていないと。 いう状況ですけど、じゃあ、どうやって計算、予測するかというと、2022年の2月の死者数が、去年ですね、138,474人だったので、これにまあ、さっきの0.91%に当たる数字をかけますね。1%弱ここから増えるということだから。で、出てきた数字がこちらですね。はい。139,734人ということですね。 ちょっとだけ増えたということです。で、これをグラフにするとこんな感じになりましたということですね。はい。ま去年の2月赤、多かったんですけどね、まあ、若干多いと。あくまで予測ですね。予測だし、これ、北海道と和歌山が入っていないだけじゃなくて、国が出す2月の者数と、地方自治体が出す2月の者数ってね、ちょっと時期がずれちゃうんですね。自治体は死亡届ベース。 国は死亡日ベースなんで、あの、ぴったりと予測できないんですけど、大体、おおむね、前年と同じぐらいということですね。で、僕も、二、えー、2月の予測、前回、ネットで公開したときは、赤よりも少し減るぐらいにお伝えしていたんですけど、あのー、今のところですね、ちょっと上ぐらいという予測が出てます。まあ、いずれにしても、前年、2022年と同じぐらいという感じですよね。はい。 で、まあこれをどう捉えるかですけど、なんせ2022年がもう激増中の激増、超激増だったんで、もうそれともうほぼ同じっていうのは、激増ですね。この赤が、まあ、この辺、12万5千人ぐらいであれば、ね、あの、例年、高齢化とともに増えていく中で、理解できる感じですよね。だから、それからちょっと増える。 ま、2、二0 0 0人増えるとかだったら理解できるんですよ。だから13万人弱とかね。であれば、2023年の2月がね、13万人弱ぐらいであれば理解できるところなんですけど、そこからま、1万人ぐらい増えてますんで、うん。激増ですね。2月もね。はい。何が起きてるんでしょうかというところですよ。えー、で、3月の死者数ですね。あの、今日のテーマでありましたけど、これ待っていたら5月の下旬。それじゃあ遅いということで、 えー、精霊指定都市を私調べました。はい。まだ都道府県は一箇所も出てないと思いますので、今わかってる政令指定都市こんな感じです。これ初めてお見せするところばっかりなんで、一つ一つお伝えしたいと思いますね。まず札幌。はい。札幌は、えー、2022年の3月の数字です。ここね。で、2023年の3月の数字。見たら、まあ、144人減っていましたね。マイナス6.9%ということです。 前年より札幌は減っていると。で、仙台は20人増えて2.4%、セ0 4ですね、はいうん。まあ、ほとんど同じですね。埼玉は180人減って、えー、マイナス13.82%です、はい。大幅減ですね、埼玉ね。前年と比べたら。えー、千葉市は9人増えたんでね、まあ1%ぐらい増えていると。 はい。まあ、同じぐらいですね。前年とね。船橋は、えー、マイナス42人で、えー、マイナス6.83%。まあ、結構減っているなと。ここだけ見たらね。思いますね。あ、あと船橋は政令指定都市ではないんですけれども、政令都市以外で人口が最も多い市でありまして、かつ発表が早いので、いつもこの表の中にね、政令指定都市と一緒に船橋は入れております。あと横浜。 え、最も人口が多い市なので、え、ここがどういう数字になるかってすごい注目なんですけれども、え、マイナスの298人で、え、マイナス8.13%なので、まあ、結構減ってますね。この、え、2022年の3月、2023年の3月比べたんですね。え、川崎、はい、パーセンテージ行きましょうか。マイナス5.86%。京都、はい、大幅、 に減ってますね。こうだけ見たら。11.88%。で、福岡は、マイナス3.78%です。で、えー、合計しますね。はい。まず合計します。2022年のこの自治体。合計したら、えー、11,816人いなくなっていると。で、2023年の3月は足していくと、えー、1万飛んで999人で、マイナス817人。 で、マイナス6.91%。という数字が出ましたね。まあ、ここを拾うわけですね。マイナス6.91%を拾って、今回予測を立ててみたいと思います。ね。ある程度自治体が揃ってきましたんで、ここで予測グラフ。これ初公開になりますけど、3月の死者数、じゃ全国でどうなってるか、はい。計算すると、3月の去年が139,571人。で、さっきのね、7%弱です。 の、減少ですね。に当たる数をかけると、こういう数字。え、129,927人という数字が出ました。だから前年よりもね、1万人ぐらい死者は減るという予測が立てられます。じゃあ、これグラフでね、どこに来るかっていうと、こちらですね。はい。こちら。うん。3月。ここですね。これに関してはね、どうでしょう、皆さんね。 僕は、2022年の3月がね、まあ、こうもう超異常だったんですけれども、そこからは1万人減ってますと。まあ、それはいいとして、えー、2023年の3月がね、これ多いのか少ないのかっていう考えたときに、仮にね、ここは正しい数字、予測ではありますけどね、ここだったとして、まあ、この赤がね、じゃ本来、この、12万5千人を超えるぐらいに来てもおかしくないわけですよね。この辺に来てもね。 で、それより高齢化する中で若干上に来てもね、理解できるということで、僕はね、これを見たときに、あ、たぶこの例年ベースのところに3月は来たのと。僕は多くもないのかなって思いましたね。この数字であればね。例年の基準に久しぶりに戻ったって感じですよね。なぜならば、 あの、この、特に8月以降、去年の8月以降ですね。もう、もう異常な開きが続いていてですね。で、今年に入って1月も多いし、2月も去年と比べて同じぐらいなんだけど、去年がとんでもなく多かったから、今年もかなり多いですよ。激増ですよ。その中で3月は、あ、ね、激増とは決して言えないと思うし、ちょっと多いぐらいっていうね、言い方もできるかもしれないけど、 から、例年並みにね、久しぶりに戻った感じがします。はい。これはこれでね、もちろんね、あの、たくさん人が死ななくなってるっていう、いいことなんでね。はい。逆にね、この1月とかは際立ちますよね、12月とかはね。だからなんだろう、高齢化とかって言ってる方はね、説明がつかなくなってくる,くると思いませんじゃあ3月は高齢化しなくなったんですかって話。だから、例年に戻るような動きをしたのは3月っていう感じです。戻ったまでは言い過ぎですか？ というね、意見もあります。その見方はいろいろあると思います。ちょっと微妙なところなんで。ですし、あの、この、あくまで予測などでね、もっといろんな自治体があの開いてきたらね、また上下あると思いますんで。はい。僕は、あの、戻ったぐらいの感覚ですね。僕の感覚は、あの、前年と比べて、前年の同じ月と比べてね、2000人ぐらい増えるっていうのはやっぱり高齢化の中で、僕が思っている基準値なんですよ。はい。だから、 えー、2021から、ね、まあ、2年分だからね、2000人、2000人、4000人くらい増えるっていうのは、十分ね、起こり得るというか、基準くらいかなと思ってますねまね。まあ、そこに近い数字だからねあ、僕は戻ったぐらいの感覚ではいますけど、またあの、いろんな自治体のね、発表を見ながらあの、判断したいと思いますけど、とりあえずこんな感じです。 はい、というわけで、ね、3月の死者数の予測グラフ、初公開でございました。ねこれまた、見解は皆さん自身でねあの考えていただければと思いますけどねあの、これでも多いと思うから、ねえー、基準に戻ったという言い方はね適切かどうかは僕はわからないけども、も個人的には戻ったぐらいの感覚では今います。はいそっちって、えー、今日の、まあ、メインになるかもしれませんけどね、おとといですね、北九州市に行ってきたという話をさせていただきます。はい、行ってまいりました。えー 二日前って感じはしないんですけどね。もうなんかもう、4,5四五日経ってるような感じですけどね。まだ二日前なんだ。